岐阜県八百津町の五峰滝に行ってみましょう。こちらは三の滝です。3つで1つなので、こちらが3番目ということで三の滝という名前になっています。落差が13メートルほどあるそうです。三の滝を越えたところにこの展望台があります。こちらからは滝の全体を見たり、あと赤い綺麗な橋を眺めることもできます。ここで皆さんは写真を撮ったりですね、ビデオを撮ったり撮影しているようですね。です。落差は23メートルほどあります。あとこちらのお水の中、ちょっと水遊びができる感じです。二の滝からさらに登ってくるとですね、このこちらの一の滝に到着します。この滝は高さが44メートルほどあります。滝を合わせたこの滝は落差が80メートルほどです。夏になると、いろんな人たちが水浴びに来てですね、とっても大人気の場所です。頂上までこの階段を登り続けます。次はここを下っていって4番目の滝に行きます。このルートは、他の滝にはつながっていくんだけれども、ループ状になっているんで、このまま歩き続ければ最初の登山口に戻ることができます。なのでずっと、来た道を戻る必要はないです。こちらの滝が延命の滝といいまして、高さは20メートルあります。5つある滝のうちの4番目の滝です。こちら2000の滝です。5つあるうちの、5番目の滝なんですね。高さは28メートルです。秋の紅葉の季節になりますと、この周りがですね、木々が赤く染まって、で、滝が赤みを帯びたようになり、とっても美しいものになります。